こんにちは、いちごのプニマルのチガール元競泳選手の沖田山です。特技は水泳です。元競泳選手で専門種目が平泳ぎだったので、鍛えられたお尻が、私が名付けたんですけど、ヤワジリっていう風に名前がついています。今回ミスエンタメ2024に出させていただくんですけれども、私がグラビアを始めて1年が経ったので、この、今回ミスエンタメ2024のタイトルを絶対に取りたいと思ってエントリーさせていただきました。今後の目標は自分の言葉で何か伝える仕事がしたいと思っておりますので、本を書いたりとか、こう人の前で何かを伝える仕事ができたらいいなと思っております。応援よろしくお願いいたします。